内田トムは日本の映画監督。1953年10月14日、第7次中京引上げ船、高砂丸で帰国し、8年ぶりに妻と再会。舞鶴引上げん5曲平さん橋にて撮影。なお、内田作品は近年海外でも2005年のロッテルダム映画祭で特集上映されるなど、再評価が始まっている。妻よしこは、 新聞記者壁画は聞く男の三女。映画カメラマン青井川道夫の妹。映画監督の内田はじめ作は長男。元東映育田スタジオ所長の内田優作は次男。浮世絵研究家の内田千図子は次男、優作の妻である。翻訳家の松田塾はおい。内田徳太郎、内田徳次郎。内田や三郎、ろう。松田塾、松田利七。 内田富内田一作。壁川菊男、内田だ優作、よ子葵青川道夫、方、三木露風。三木つと三木節次郎。鈴木直幸著、施設、内田富で7ページによると、高等小学校最後の年、トムは作文の時間に祝辞を書かされた。しかし、書き上げたものは、祝辞ではなく長辞の文章であった。 当然ながらその内容は問題視され、保護者の立場にあった長兄が学校側から呼び出されるという事態が生じた。その結果、教師に侮辱を与えたとして退学を命じられる。尋常高等小学校の卒業を目前にして退学しているのはそのためである。という派と映画の旅人によれば、1945年春に満州に渡ったという。トリースネーモンは、 松竹作品となっている。A.B. 有名人の墓参り A.B. 特集、イクタスタジオ、夢が紡がれた、仮面ライダーの故郷、古壇社オフィシャル、ファイルマガジン仮面ライダーボリューム1仮面ライダー1号、古壇社、2004年7月9日、ピアニッシモも27から29、ISBN4 から06から367,086から4、 同作品の制作主任だった次男の内田優作も、この措置を拒否して、劇場支配人に更迭されている。ありがとうございます。